なることがあります。タイです。ながら。それでは聞いてください。夏は35度になることがあります。冷たい水を飲みながら歩きたいです。何々になることがあります。Do you know this expression? 冬は寒くなることがあります。春は嵐になることがあります。夏は35度になることがあります。何々ながら、何々たい。勉強しながらコーヒーを飲みたいです。運転しながら音楽を聴きたいです。冷たい水を飲みながら歩きたいです。では読みましょう。夏は35度になることがあります。冷たい水を飲みながら歩きたいです。We're gonna learn more grammar points. じゃあまた会いましょうね。さよなら。I hope you subscribe to my channel. If you do, there are many other videos about traveling, Japanese language and culture for you to enjoy and learn from. では日本語の勉強頑張ってくださいね。